はい、田中90です。シーズン7で一番さ、序列が変わった武器の種類って SMG だと思うんだよね。なので今回は最強 SMG ランキングを作っていきたいと思います。ちなみに HG40 は登場しません。じゃあ早速どうぞ。第5位 GKS。 まあとは言ってもね、そんなあれなんだけどね、第5位結構消極選択の第5位っていうか、まあね、正直第5位なんかどうでもいいんですよ。ぶっちゃけると一応ランキング形式にしてるのは、動画としてはね、ランキング形式の方が見栄えいいじゃん、やっぱ。でも本来ね、みんなが興味あるのって絶対第1位だけなんだよね。まあヨシンバ第2位かなぐらいなんで、俺もね第5位クソ適当につけたんですけど、まあ理由をねつけて言うんだったら、まずね、SMG のくせにアサルト並みの距離減衰の緩さが光るね。 22m まで距離減衰しないんで、それはすごいいいと思う。でもね、近距離がちょっと弱いんだよね。アサルトに負けちゃうぐらい弱いんですよ、近距離。やっぱね、連射速度ね遅いのがね、ちょっと SMG にしたらきついよね。SMG って結局近距離の強さが好きで、てかね、求められて使ってる人が多いのに、近距離そんな強くないって。カレーライスのライスはめっちゃ美味しいんだけど、ルーがねめっちゃまずいみたいな状態で微妙なんじゃねえかなって感じはする。まあ確かに近距離ね、致命的に弱いわけじゃないけど、SMG としては微妙っすね。で、なんでコルダイトじゃねえのかって意見が出てくると思うんすよ。だって単純な近距離の強さって、実はコルダイトの方が上なんすよ、実はね。でも本当にちょっとぐらいしか強くないんだよ。しかもコルダイトって覗き込みの時間が割とかかっちゃうんだよ。その差で遭遇戦だと GKS に負けちゃうんだよね。 SMG の強みの一つに遭遇戦の強さってあると思うんだよ、覗き込みが早いから。でもそれがないコルダイトは SMG ランキングとしてはちょっと微妙だなってね、 GKS に比べて遅れてるなってなって、このランキングではね、コルダイトはいませんということになっちゃったんだよね。まあみんなどうせ第5位なんて大した興味ないっしょ、多分ないと思うよ。うん、ない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 ということでね、こんな感じで第5位終えていきたいと思います。第4位、ファーロー。これはね、悩んだね。第5位は適当につけたけど、第4位以降は悩んだ。っていうか、ぶっちゃけさ、みんな気づいてると思うんだけど、この後入れてくるのって、MSMC とか999とか PDW なんだよ。で、ファーローなんだよね、第4位で。もうね、分かってるんじゃん、みんな。HG40 とかチャイコムとか出てくるはずねえんだよ。わかる？もうね、SMG の最強環境ってずーっとね、まあ強いやつらの順位は変わってんだけど、弱いやつらの順位変わんないって悲しい状況なの。で、しかも SMG はね、強いやつの中だと割と均衡してんだよね、アサルトに比べて。だから悩んだ。ファーローはね、確かにアップデートで弱体化されたんだけど、なんだかんだ使えるんだよね。アップデートで弱体化された部分が反動と、あとね、手足のダメージなんで、胴体ダメージは変わってないから、即死距離も変わってないんですよ、結局。だからそういう意味では強いんだけど、やっぱね、反動がきついよ、きついきつい。反動がね、きついんですよ。しかもバースト銃でしょ。バースト銃って、そもそも使いづれえのに、反動っていう使いにくい要素が追加されて、さらに使いにくくなってんだよ。しかも、999っていう、割とね、全盛期 MSMC 並みの近距離の強さの武器が投入されたことによって、これ別に999でよくねというね、意見が出てきちゃってるんですよ。うん。フルオート武器って反動が強くてもそれだけで使いやすいのね。バースト武器ってもうね、それだけで使いにくいから、だからこの順位って感じ。バースト武器が大好きで大好きでしょうがないと。俺の親父とお母さんはバースト武器に救われたんだ人生って人はね、ぜひファーローを使ってみてください。多分大好きです。個人的には第4位だけど、人によってはね、第1位でおかしくないかなっていう武器の枠の、まあ一つかな。ぶっちゃけさっき言った通り、第4位以降はそうなんだけどね。でもランキングにしないと多分皆さんね、見てくださらないんで、ランキング形式にしてます。ということで、第4位のファールは終わり。第3位、MSMC。この武器さ、強いんだけど使いづらいんだよな。だから第3位。俺はね、使いづらい武器好きじゃないんだよね。MSMC 全盛期ってすごい強かったんですよ、今の MSMC よりか。でも使いづらかったからあんま使ってなかった。なんで俺はね、 MSMC そんな好きじゃない人の意見として聞いてください。 MSMC はね、確かにフルオートで、しかもね、 TTK 近距離の強さは割かし強い方なんですよ。ファーロー999の次ぐらいに強い。ごめん、嘘ついた。 PDW にも今は負けてる。
なんで実はね、さっきちょっと嘘ついた、近距離強いって言ったけどそんな強くねえな。まあその弱い武器に比べたら強いけど、全盛期ほどの得意点っていうね感じではないです。でもね、結局ね、 MSMC の最大の今の強みって覗き込みが早いんですよ。言いにくい、覗き込みが早いんですよ。遭遇戦強いんだよね。だから MSMC はね強いと思う。 SMG のやっぱね求められてるのって遭遇戦の強さなんで、そういう意味では SMG らしい SMG でいいね。トリゲン水も前世紀に比べて緩められてるんで、そういう意味で中距離でね輝く武器なのかな。いや中距離は言い過ぎた、中近距離で輝く、その距離だったら PDW にも勝てるんで、実はね MSMC はね至近距離武器では現在はないっていうね感じですね、強みとしては。ちなみにアップデートで999っていう前世紀 MSMC 並みの近距離の強さを誇る武器が出てきたんで、この武器が強くなることはなんかない気がする。近距離の強さ俺このままな気がする、ずっとね。だってさ、本当に似てんだよ999って前世紀 MSMC に。だからないと思うんだよね。だから MSMC ファンの方は近距離強くしろってね言ってると思うんだけど、それはね確実にとは言わないけど 70% ぐらいないと思うんだよな。ということで第3位 MSMC 終わり。第2位 PDW。 この武器ね俺ずーっと好きなんですよ、リリース当初から。何が好きかっていうと、高レートのくせに反動が大してないこと、しかも弾がねもともと多いこと、これ素晴らしいよね。ザ初心者ね、おすすめ武器とね言ってもいいと思う。おすすめって言えてなかったわ。まあそれは置いといて、 PDW 現在ではなんとね MSMC に近距離勝ってるんで、そういう意味では至近距離武器と言えるんだよね。まあ中距離も全然いけるけど、でも999には近距離負けちゃってるんですよ。つまり難しいんだよな至近距離立ち回りを意識しすぎると999に駆られて、中距離立ち回りを意識すると MSMC に駆られる、そういう難しい武器なんだけど、まあね難しいこと考えずに適当に立ち回っていいと思う。強い武器ってのはそれでも戦えるか強い。でこの武器ね俺ねうまいなと思うのが、いつもね第2位とかねそういうぐらいのねポジションにいるんですよ。で第1位の SMG、 一番嫌われてる SMG を盾に自分は弱体化を食らわずに生き残るんだよね。多分ね俺ね次のアップデートでもこの武器ね弱体化来ないと思う。あんまね目立ってないわけじゃないんだけど、みんなねこの武器嫌いって言ってる人なかなかいないんだよね。まあね第1位の武器嫌いって言ってる人はね結構いるんだけど、この武器はいないんだよね。やっぱうまいっすよ、政治的なね立ち回りがねうまい武器だと思うよ。この武器はねずっとずっとね強いままでいるんじゃないかなって疑惑がある。ということで第2位 PDW 終わり。第1位999。この武器はね俺はね一番強いと思ってる。俺の SMG の基準は何回も言ってる通り近距離での強さ、遭遇性の強さなんですよ。この武器はね近距離での強さが突出して強いんだよ。前世紀 MSMC 並みでパールを除いた SMG の中でトップなのね。それ1位にするよね。近距離中なんで俺は、近距離が全てなの SMG は。中距離とかどうでもいい、近距離の強さが全てなんだよ。ということで、ね、999ないんだけど、あとねサプレッサーつけた時の静音性の高さとか、拡張マガジンをつけた時に無駄に弾が増えたりする謎の優遇されてんだよ。そこもいいよね、選択肢の幅がね大きいと思う。フォアグリップをつけてもいいと思うけど、俺はね拡張マガジンとかサプレッサーとかつけても面白いかなっていう感じだね。っていうかさ、普通さこういうのって弱い武器のなんだろう調整の仕方としてやった方がいいよな。むしろ999って単体でも強いんだから、アタッチメントに優遇するんじゃなくて、例えばね HG40 とかチャイコムとかそういう武器で当ててあげた方がいいんじゃないかなっていう感じはすんだよねなんで999こんな優遇されてんだろう。まあ新武器だからか。この武器ねでもね俺弱体化されるんじゃねえかなって感じはする。俺自身はね弱体化しなくていいと思ってる。このゲームスナイパーが強いんだから、 SMG とかアサルトが強くても別にいいんじゃねと思ってるんですけど、だいたいあれなんだよね、このゲームの運営って。俺のあんま好きじゃない武器は弱体化しないけど、俺の好きな武器はねどんどん弱体化していくんで、多分999弱体化されると思うよ。近距離ゴミになったりね。でも近距離ゴミになったこの武器って存在価値あんのかなって感じがするから、俺はこのままにしてほしい。むしろ SMG は全体的にむしろ強くしてほしいですね。アサルトも俺強くしていいと思う。ちょっとこのゲームのマッパそんな複雑じゃねえから、
旬どけでも全然いいと思うんだけどね。もうちょっとね、皆さんどう思いますか。俺は旬どけでも多少はいいと思ってます。で、まあ、ちょっとね話がそれちゃったけど、第1位の救急ナインはこんな感じで終わりです。ということで最強 SMG ランキングを発表していきましたが、今回ね順位に異論はあると思うけど、出てる武器に異論はないと思う。だって外されてんのってチャイコム、コルダイト、HG40 だからね。コルダイトぐらいじゃねえの絶対言ってくんのって。 HG40 とチャイコムでなんかおかしいですよ、1位にしてくださいとか言う人いるかね。ちょっとね、いたらコメントに書いてください。ちょっと意見聞いてみたい。 HG40 が一番強いとかいう理由をね、いろんなね多様な意見があっていいと思うんでね。ということで今回本当にこんな感じで終わっていきたいと思います。お疲れ様でした。おつー。まあねえと思うけどな。